変な時代になって、で、その中でやっぱりどんな音楽を作っていくのがいいのかなっていうところでの試行錯誤をしながらも、でも今作るべきだっていう、なんかそういう強い思いに突き動かされるように曲を書いて、でアルバムをこう作ることができて、で2021年になって、まだ状況はやっぱり大変だし、でもみんなそれぞれが自分で、まあ、私も考えて今できることっていうことを一生懸命やってる時代だと思うんですよね。だからその中でこうこんな作品ができたんですよっていうことで、ぜひ聴いてもらいたいアルバムになりましたし、ゆさみもり、潮騒。